いつも動画に遊びに来てくださって本当にありがとうございます。今回は前回に引き続き竹丸先生の秒でできるスタンディングです。よろしくお願いします。竹丸先生ですね。はい、今日は、今日は、スタンディングについて学びたいと思います。そう、スタンディングって何？スタンディングとはお尻をシートから浮かせてステップに立つことを言います。いろんな人の動画でスタンディングって出てるんで、バイクはこのまま邪魔をせんかったら勝手に立つとか、なんかいろんな動画があると思う。なるほどね。プロの方も出される。なるほどね。ただそのスタンディングに至るまで、こうまたがってエンジン停止状態でこの状態になるまでをどうやってやるんですか、確かに全くわからない、分からん。ここまでがまずわかんないですよっていうのが多分初心者の人だと思います。僕も多分そうやった。はい、そうです。はい。で、今日はそれを簡単に説明したいと思います。はい、簡単にできる方法があるらしい。はい、お願いします。まずエンジン停止状態です。停止状態ですね。スタンド立ててなくて停止状態ですね。はい、スタンドは今解除してますね。はい。はい。で、まあブレーキ、僕は踏みます。リアブレーキ。はい。リアブレーキを踏む。フロントもまあ一応握っときます。はい。フロントも一応。ハンドルをまっすぐの状態から。はい。これは車種によるんですけど、はい、トラ車だったらいっぱいまで切ったら切りすぎなんで、はいはいはい、ちょっと戻します。ちょっと戻す。はい。で、ハンドルの切れ角があまりないバイクは、結構いっぱいに近い状態。でも必ずいっぱいではない。いっぱいではない。ではない。ぐらいにしといて乗ります。で、左側から乗車する場合、はい、人間の体重が、まあ何キロか分からんですけど、100としたら、うちの50を、右足にかけてください。右足にかけるんですね。右足にかけてください。今もう乗っけとる右足にかけてください。はい、で、左手。左手。右に残りの50を。左手に残りの50をかけるんですね。はあ、なるほどね。はい。60キロの人だったら30キロ、30キロっていうイメージでやってください。はい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 、はい。で、右手はもう添えるだけ。添えるだけ。うん。で、そしたらこう均等が取れるんで、うんうんうん、あ、今取れとるなっていうところで左足をゆっくり上げてください。おお、すげえ。だったそれだけなん。で乗ってしまったら、ステップに足の方に50/50で体重をかけるイメージ。おお、竹丸先生顔怖いけどすげえ、めっちゃ顔怖いじゃなくてすげえ。手離せるんすか。座れますよ。うわー、スタンドかかってないバイクに座った気持ち悪い。すっ、気持ち悪い。先生すげえじゃないですか。はい、ということで、はい、要するにじゃあ、はい、おさらいすると、おさらいすると、はい、この状態まず作りますね。作ります。はい、でハンドル添えるだけです、とりあえず。はい、で右足に体重の50をかけます。50、ちょっと足浮きますよ。はい、はい、で左手に残りの体重をかけます。かけます。で、あ、バランス左右取れたなと思ったら左足をゆっくりと上上げてください。はあ、するとスタンディングは簡単にできます。それは知らんで。知らんですか。知らんかったろ。勉強になった人はいいね、いいね、チャンネル登録、チャンネル登録。それは俺でいいんです。俺のチャンネル、たえっ、ー、と竹丸佐藤最速出してくだ、ここに佐藤翔最速チャンネルって出してくれ、出しとってください。ちょっと、はい、ここでスタンディング初挑戦の陣兄貴登場です。もったいないぜ先生の YouTube もちゃんと作ってくださいよ。先生の指導で俺今やってみる。ああ、ぜひ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 。あ、それありがたいですね。はい、うちの甘口陣兄貴なんで、もう完全に今、はい、はい。これぐらい。はい。ハンドル切って、またがる。50/50。ブレーキもするね。はい、ブレーキします。右手は入れてください。で、添えるだけです。はい、軽く持ってください。50/50。はい。で、つま先が引くぐらいで、ちょっと、こっちにもうちょっと入りますね。はい。で、ここへ。左手も50。はい、ここへ力をかけて、はい、バランスがいいところで上がってみてください。ゆっくり足を上げる。ゆっくり、ポンと飛び乗る。手、もう手離してください。はい。ポンと。でも倒れようとする、ね。ああ、倒れようとしますね。うん、まだこうこっちが強かった、ね。ああ、そういうことですね。はい、そういうことですね。あ、その割合を今度は自分で調整していくんですね。で、乗ってしまったらまた違う調整の仕方があるんですけど。あ、でも乗れとるやん。そうそうそう、今の一瞬できてますから、うん、あっこに移行するまでが多分できんと思うんです。これはもうトラ車じゃなくても練習できますよね。はい、それなりに切れるバイクだったら。すごい足に力がいるね。結構ね、いりますよね。で、その時に例えば70、30とか。あ、いけとるいけとる。あ、そうじゃ。
これ足を乗っけるだけ乗っけるだけ乗っけるだけ。あーすごい、はい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 、すごい調整できた、分かってきた分かってきたうん分かってきた、すごいすごいできとるじゃん、できとるじゃん、なにこれ、チャンネル登録よろしくね、できとるできとる先生と、うわイエーイいやマジすごいですね、めちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか、先生分かった分かりましたか、なんなら片手の方がやりやすい、やりやりやり本当ですか、うん、もう添えるぐらいです、添えるぐらい、添えるぐらいですね、で50-50、はい、ほらほら、うわすごい、あ分かった、調整できとる、すごい先生、初スタンディングですか、初スタンディング、いやマジ初スタンディングですよね、初スタンディングっす、いやー、いや気持ち悪い、すごいっす、えこれまたレベルアップするんじゃないですか体感、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すごい先生とジーアニキでした、初スタンディング、あ初スタンディングめっちゃ楽しい、すごいね、先生の言った通りしたらできた、できた、うん、なるほどね、ありがとう、先生ありがとうございました、はい、もうちょっとそれはトラスターじゃなくてもできるかも、できますよ、あの今のあの兄貴のクロストレーナー、できます、一緒だよね、一緒です、一緒です、で結局それが体幹を鍛えるってことですよね、例えばあの、はい、あのセクション前でバランス取ってバランス取って、そう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 、足つかずに行くじゃないですか、うん、すセクション前でバランス取って整えてアプローチ、これってめちゃくちゃ憧れますよね、まあこの後何もできんけど、50-50がすごいわ、すごいでしょ、50-50添えるだけ、ちょっとこれはお蔵入りしましょうか、このそれだけの練習、 これだけでこう練習したいわ、あーなるほどね、全国のライバルがレベルアップしてしまうかも、あーちゃーあかんやん、これは乗しちゃいけんやつですね、だっていうか秒でできたよね、秒でできた、これは甘口の秘密にしようほんまよ、すげえ先生すげえ、だってうちもトラシャノリが2人、はいはい、3人おるけど、はいはいはい、知らんと思うよ、あー本当に、うん、ただただ身を見まねでこうスタンディングの練習しようだけだけど、一瞬でできたけどね、え、うん、まあ、あくまでもこれは僕の理論なんで正解かどうかは分からない、いやでもそれはすごい、すごいタケちゃん、タケちゃん顔怖いけど怖いけどすごいテクニック、尊敬するわ、かわいいタケちゃん、でも本当にあの、はい、いうかレン君とかがセクション行く前にずーっとじーっとしとるじゃないですか、バイクに乗ってずーっとじーっとしとるんですよ、あれができるようになるんですよ、だからそういうことですね、かっこいい、うまい人がやったらこのスタンディング状態からでもなんかこう、うん、ここからこう膝だけこうしたらバイクが進んでいくとか、お尻をこうしたらバックするとか、でそのまま足をつかずにね折れるとかっていう、僕はそんな技術はないですけど、いやいやいや、うん、それからやってそれにつながる練習ですよね、すげえ、ちょっと先生見方変わりましたどんな見方じゃったの、いやもうあの怖い人なんかな思っとったんですけど、よく言われますよいや先生本当楽しかったですよ、はい、マジで素敵な動画、ありがとうございました、はい、またやりましょう、はい、俺今スタンド ついてなかったよな、ついてなかった、今下ろしたっす、今下ろした、びっくりした、今下ろした、俺スタンドつけとったいや先生じゃあまた次回もよろしくお願いします、はい、お会いしましょう、ありがとうございました、バイバイ。